宮島にオープンするのはビームスジャパン宮島です。コロナ禍だった2021年7月から半年間期間限定で営業していましたが、今回国内6店舗目となる常設店舗を構えます。宮島や広島の魅力を発信するため、地元企業と開発したしゃもじや奴隷、平和公園の折り鶴を再利用したハンカチなど限定商品を含めおよそ120点を販売します。中には広島を象徴する平和と世界は空でつながっているをコンセプトにスカイブルーをあしらった商品も揃えました。去年宮島を訪れた人は過去2番目に多い465万2千人でした。この店舗では国内外の観光客だけでなく地元広島の人たちもターゲットにしているといいます。ビームスジャパンの商品をお土産として買っていただくことで、日常的に使っていただいたりとか見返すことで、あ、宮島すごい楽しかったよねとか、そういった魅力をまた再発見してもらうような一つのちょっときっかけになったら嬉しいなと思ってます。ビームスジャパン宮島は明日午前10時にオープンします。